はい、短期決戦です。9月15日、11時8分です。11時決戦、ドライブの結果を見ていきましょう。いやー、これすごいよ。すごい人たちが参加してくれたよ。まず、俺が、6000、バリューなんだよ。この人ゼロ。うわ、すげえ、この人。1万6000じゃん。誰？これ、キツネさん？すげえの、名持ってな。1万6000だって。生温かいさん、2800。日本やりさ、4800。ハーデル、ハーデル。9000。ポカタンさん、1827。ニケさん、超強いよ。ニケさん、7758。この人ダメだ。肉玉にゃんこさん。13000。Me too. 9000。ヒエ。14000。すごいなぁ。すごい人がいっぱい参加してんな。ペコ吉さん。2600。すごい戦いだ。結果見よう。いくよ。映ってる？結果見よう。はい。おお！勝ったよ！勝ったよ！ほら、優勝。このメンツでトップだよ。ほら、すごいよ、俺の作ったパーティー。勝てるんだよ。ああ、なるほど。これであれだよ、ドラゴンエッグでさ、優勝できるかもしんないよ。優勝までできないかもしんないけど。すごいメンツの中から、すごいメンツの中で、勝ったよ。ペコ吉さんとほぼ差はないけど、ポイント33ポイントの、ADD ダメージ13703。トークンダメージ11736。これすごいね。勝ったよ。ペコ吉さん27ポイント。13101。12258。ニケさん24。13491。9400。70。みんな13000ぐらいなんだけど、ダメージは。おー、勝ったよ、トップだよ。やったね。頑張った甲斐があったね。ちょっと、ベコキチさんとニケさんとの戦いを見ようか。これね、みんな書いとこ、名前。このメンツすごいよ。
いやー、これスクショ撮って、あれしたいね。公式戦じゃないからな。肉玉にゃんこさん。これはすごいな、勝ったよ。ちょっとペコキチさんとニケさんとヒエンさんの勝負を見てみようか。ふぅ。ペコキチさん、ペコキ、ニケさんの勝負みたいね。ニケさんとの勝負。ほら、キョチョと、ダビデと、ネネ様。エリートステリング持ってるよ。いや、これすごい戦いだぞ。エリートハリケーン。エリートハリケーン。エリート牛気。レッドストライク、レッドストライク。勝ったよ。すごいね。ニケさんに勝ったよ。うん。ペコキチさん。ペコキチさんどれだ？ああ、ペコキチさんも強そうだな。エリートステアリング、エリートステアリング。タンジェリンだって。モンキーマジック？スレンダー、ジェロニモ、ダビデ。何でモンキーマジック食らったんだ？シュトレンガー？ああ、シュトレンガーでモンキーマジック食らったんだ。モンキーマジックっていう手があるのか。なんか反撃したぞ、今。ジェロニモか。
エリートストラッシュ。エリート発祥。レッドストライク。レッドストライク。復活。復活しやがった。シュトレンガーが復活しやがった。レッドストライク。エリートギュキ。フライングタンジェリン。巨人殺し。エリートハリケーン。エリートタンジェリン。エリートハリケーン。巨人殺し。ヘロディアの娘。エリートスラッシュ。巨人殺し。エリートハリケーン。レッドストライク。エリートハリケーン。死んじゃった。ダビデが死んじゃった。巨人殺し。すごい戦いだな、これな。いやー、怖え。うわー、勝ったよ。すごい戦いだな、これ。あと誰だっけ？すごい戦い。ヒエンさん。あとヒエンさん。ヒエンさんみたいね。うん、ヒエンさんも強いね。ソン、キョッチョ。グリム。あ、グリムで勝てんのこれ。グリム、エリートステアリング。エリート、これで勝てんの？エリート、あ、エリートマスケット、エリートマスケット、ブラックシャウト、レッドストライク、ステアリ、エリートステアリング、ナイフ、エリートストライク、エリートステアリング、タンジェリン。これ勝てんの？エリート発祥。ブレーメンの音楽隊。しつこいな、ブレーメンの音楽隊が。ホットリッパー。コチ。エリートショット。フライングタンジェリン。エリートストラッシュ。ブレーメンの音楽隊。エリートギューキ。ブレーメンの音楽隊。レッドストライク。ブレーメンの音楽隊。レッドストライク。躊躇。ブラックシャウト。レッドストライク。レッドストライク。レッドストライク。ヘロディアの娘。エリートハリケーン。エリートハリケーン。死んじゃった。ちょちょ。エリートハリケーン。ヘロディアの娘。エリートハリケーン。今これぐらい、どれぐらい？ああ、6しか減ってない。6しか減ってない。ヒントが下がってんな。もう強調しか。これで上がったんじゃないの？あ、50も上がってる。80も上がってるぞ。あぶね。うわ。あぶねえ。混乱でも攻撃したのか。勝ったよ。ええー、これ怖えな。紙一重で勝ってんだ、でもな。
これ、このメンツで1位取ったのよ。興奮の1位だよ。よし。よくやった。なんか、勝てることが分かって、面白くなってきたよ。ドラゴンエッグで入賞できるかもしれない。これは面白い。これは面白い。全勝。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。